やれやれ、やはり私の相手はあなたですか。相変わらずなんて格好だ。お前のような奴にこのナウで美しい完璧なフォルムはわかるまい。わかりたくもないですね。まあいいでしょう。あなたとの勝負はまだついてませんでしたからね。ここでケリをつけましょうか。ほい、お前のような奴には青春の甘酸っぱい敗北感を嫌というほど味合わせてやる。俺を倒せるか。まるで珍獣だな。いざ尋常に一本目始め。遅い。甘い。ぬるいですね。次はどこを切られたいですか。やりますね。その珍妙な格好は伊達ではないということですか。お前も着てみるか。すぐに癖になるぞ。まあお前のような奴には絶対やらんがな。少々あなたを甘く見ていたようですね。サメ、少々面倒なことになった。引くぞ。やれやれ、またあなたとの決着はつきませんでしたね。何？残念ですがここで引かせてもらいます。待て。どうやら体は元に戻られたようですね。ああ、五代目のおかげでね。そうですか。さすが伝説の三人と呼ばれる医療忍者綱出様です。お前が再び現れたせいでサスケは、あいつは力を求めて自分の意志でオロチマルの元へ向かっている。お前への復讐を遂げるためにな。あいつを止めるためにも、イタチ、お前はこの場で倒す。その目、昔のままだな。容赦しません。いざ尋常に一本目始め。大気。邪魔だ。これで終わりだ。読み。つく読みの世界、空間も時間も質量、すべては俺が支配する。勝負あり。ナルト君を連れていくのが俺の使命。やはりそう簡単にはいかないか。さすがカカシさんだと言いたいところですが、その程度では俺を倒すことはできませんよ。以前の戦いから万華鏡シャリンガンの対抗策は練ったつもりだったが。甘いですね。血族でないあなたがそこまでシャリンガンを使いこなすことは驚くべきことですが、本物のシャリンガン継承者に勝てるはずがない。これ以上あなた方に邪魔されるのも面倒だ。ここで終わりにしてやる。まずい、このままじゃやられる。やらせるわけにはいかんの。ジラヤ様、あれ式のことでわしをどうにかできたと思っとったら大間違いだの。
本当はちょっときついんだがの。ここまでだな。やめだ。何？今の我々の目的はあなた方を倒すことではない。これ以上あなた方とやり合うのはナンセンスだ。そう何度も逃がすと思っているのかの。わしらを前にしてそう何度もたやすく。ダイナミックエントリー。あ、お前の。いや、二度もダイレクトに決めてすみません。緊張感のないやつ。イタチさん引くぞ。はい。